今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。最近使う機会がめっきり増えたこの伸縮マシュマロ串。今更ですがレビューしておこうと思います。ダイソーやセリアで110円で売ってまして、短くすると 30.5 センチ、伸ばすと 81.3 センチという串になります。で、最近使う機会が増えた理由なんですが、網で肉や魚を焼くとどうしても網が汚れてしまって、要は網にこびりついた焦げを落とす作業が結構面倒くさくなってきたんですね。その点、まあ、一人用なのでそんなにたくさん肉にしても焼くわけじゃないので、まあ、こういうマシュマロ串に刺して焼けば、実は網の汚れ物が出なくて済むことに気づきまして、あ、こっちは楽だなということで、こちらに最近変わりつつあるということです。したがってもう網を使うのをやめた代わりにこのマシュマロ串で焼き物をするというスタイルです。実際にマシュマロを焼いたことは、ないですね。まあ、写真ではね、こんな風にマシュマロを焼くために使ってるんですけど、まあ、私の場合はウインナーとか笹かまぼことかちくわとか、そういう肉や魚系のものをこの先端に刺して焼く場合が多いんです。改善したいポイントは2つぐらいですかね、大きくあるんですけど、1つはですね、短くしても 30.5 センチ、要はね、30センチを超えるもんですから微妙にですね、大きすぎることが多いんです。例えば先日紹介したこのキャンドゥの収納ポケット、こちらなんかもですね、結構便利で、あの高さが30センチありますので結構いろんなものが入るんですね。便利なんです。ところが 30.5 センチのこのマシュマロ串についてはですね、微妙にはみ出してしまうんですね。その微妙なね、この 30.5 という長さが少し改善したいんですね。あとここのプラスチックのね、黒い部分、ちょっとねチープなんですよね。まあ実際110円ですからチープなんですけど、まあそれにしてもね、これが雰囲気をね壊すもんですから、これはちょっと外したい。まあ、あえて言うと、だったらとここですね、木の枝の部分、これがねちょっと細すぎるんですね。もう少し太くしたいんです。以前私が作ってる皮膚希望なんですけど、あれは天然のね枝で作ったんですが、めちゃくちゃ持ちやすくってね、なくてはならないんですけど、こちらについてもね、それぐらい気に入るような何かの取っ手ハンドルにね変えたいなというふうなことを思ってます。まあ、そのあたりがね、DIY のポイントになるかと思います。では、開封前にね、一通り確認だけ。名前が伸縮マシュマロ串。これはダイソーですけど、セリアでも同じものを売ってあります。はい、それから、ジャンコードですね。はい、注意事項がありまして、こちらの公式のサイズとしては、長さが最長 81.3 センチ、最短が 30.5 センチ。ステンレス製の天然木と PP 樹脂となっています。取っ手の耐熱温度は100度ですね。はい、メーカーがサイバートレーディング株式会社となっております。じゃあ開封します。はい、こんな感じですね。はい、やっぱねこの黒い部品がねちょっとねチープなのが親指に当たるというね、それはね避けたいと思ってます。で、伸縮はねいい感じで割と強いので、一回伸ばしたらねスルスルと短くなってしまうこともないですし、まあクオリティとしてはねもう十分だと思いますね。これでねソロで何か焼いて食べるにはね問題ないと思います。はい、でこちらの収納ポケットですね、キャンドゥで先日買いました。ワッツでもね同じものを売ってます。まあ、あの100円ショップなんだけど550円というね、ちょっと微妙な値段のものなんですけど、こちらに刺すとねこんな感じなんですね。はい、1センチ強かなぐらいはみ出しちゃうというね、ものすごい微妙な感じなんです。なのでこのまましまってもね、ここがはみ出してるというね、これは絶対嫌ですよね。なので切ってやればいいんですけど、まあそれぐらいだったらですね、まあ先端を少し落とすのと、このお尻をね少し落とすぐらいでねもう実現するんじゃないかなと思って、まずはそういうのをやってみました。はい、できました。簡単です。ここをね切り落としましたので2センチほど短くしました。で上もね、
約 1.5 から2センチほど短くしてます。でここのね先端部分は少しね尖らせて、肉が刺しやすいようにヤスリでね削ってあります。この加工の様子は加工というほどではなくてノコギリで切ったのと、あとこちらもね、強めのペンチで切って削っただけなので特に動画にはしてないんですけど、まあこれだけでもね全然違うんですけどね使い勝手がね。はい、そうしますとねもう一度入れてみます。今度は短くしましたのでこんな風にねぴったりと収まりますね。はい、完璧です。だからね長さの解決だけだったらこれでいいと思います。皆さんこんにちは。ここからは猿が音声を取り忘れていたので私が解説しますね。木製ハンドルの先端についた黒いプラスティック部分ですが、どうやって固定されているのかわからなかったので少し慎重に取り組んでいます。プラスティックなので少し削ってみて内部の様子を確認したかったみたいですね。というのもステンレスの伸縮棒側からプラとの接触部分を覗き込むと放射状の突起がたくさん見えたのでがっちり固定されているのではないかと思ったからです。がっちり固定されていた場合に無理やり力ずくで外すとステンレス棒にダメージが及ぶのを避けるためナイフで削ってみました。ただしご覧の通り結論としては検知で掴んでねじるようにゆっくり回せば外れる程度の部品でした。したがってじわじわと検知では静かみにしたままねじっていけば伸縮棒の細い方へ移動できます。伸縮棒の先端部分まで移動すればプラ部品との間との隙間が広がるのでニッパーかクリッパーのようなカッターを使って切り取る作戦です。ちなみにこの黒いプラは曲げても粘るような感じの樹脂なので切り取るのは意外と苦労しました。もし挑戦される方がいれば最初からワイヤークリッパーなどの大型カッターで切り取ることをお勧めします。また猿が過去の動画でご紹介した寄付希望ですが、こちらは天然の枝を加工してグリップを作ったことでとても使い勝手が良くなりました。そこで今回も手に入る何かの木材を使って手に馴染む太めのグリップを作ってみようと考えています。ダイソーの皮膚希望は長い方を使って作ったのですが、マシュマロ櫛はそれよりも長かったので驚きました。最初はここまで長い必要はないと思ってましたが実際に焚き火で使ってみると長い方が便利です。というのも突き刺した肉などが焼けるまでずっとグリップを持っておくのが手間なので、どこかに立てかけたり置いたりする上で長いほど便利です。先ほど見ていただいた動画でお分かりの通り、こちらの黒い部分はですね実は簡単に外れるんではないかと。何かでね固定されてるがっちり止まってるわけじゃなくて、まあ、ちょっとねテンションかけたぐらいじゃないかということが判明しましたので、ペンチでね早速外してみようと思います。こんな風にね掴みましてでぐるっと多分回すと外れますね。はい、いけました。最初ねなんかこのこちらからね見た時の、なんか放射状に広がるね固定用の出っ張りがね出てるものですから、何かでねこうステンレスの棒に固定してあるのかなと思いまして、まあそれでねちょっと慎重にやったんですけど、そういうわけじゃなかったのでね、もうペンチで掴んでぐるぐるっと回してやれば、はい、こんな風にね外れていくということが分かりましたので、特に難しく考えずそのまま引っ張って外そうと思います。はい、まあ、この黒いのがね別に目障りでない人はねここまでやる必要ないと思うんですけど、私の場合はねちょっとこのプラスチックのね黒いのはね、気分がなえるというか、そういう印象を受けるものでねこれは外したいと思います。強めのこういうクリッパーでやった方がいいかもしれませんね。そうですね、これキャンドゥでね330円で買ってきたワイヤークリッパーですけど、めちゃ便利です。こういう時にねニッパーだと切れなくてもこれがあれば簡単に軽い力で切れますのでね。はい、もう切れましたね。切れてます。ち
ょっと見にくいと思いますけどね、切れてる感じです。はい、で外しましょう。それでもまだ硬いな。これ外すときがね、前も苦労したんですけどね、このクリッパーがあると結構簡単です。はい、外れました。いいですね。そうするとこういう風にね、長さの違うものが2本できました。このプラスチックの部品を外したときに見栄えがですね、ここがちょっと見にくいですけど、接着されてる感じなんですね。ここに接着剤のね、跡がね少し見えるんですね。はい、なのでまあこれを隠すような意味でね、このプラスチックの部品をつけてたんだと思うんですけど、個人的には私はこの方が好きです。あの親指に当たる部分ってですね、結構大事というか、意識しやすいので、そこにねあのプラスチックがあるのはちょっと気分的に嫌なんですけど、まあ多少こういう風にね接着剤の跡が見えたとしても、私はこちらの方がまだいいかなという気はします。はい、ただね、どうせここまでいったらね、次の課題にも挑戦したいと思います。もう一度言いますが、なんでこんな面倒くさい加工をやってるかっていうと、これによって毎日網を金ブラシで洗うという、あの面倒な手間がなくなると思えばですね、やる価値はあるなと思ってやっております。焼き網と違ってですね、このマシュマロ串の場合だと先端についた汚れもね、もう簡単に削り落ちますので、まあ洗う手間はね、もう格段に楽になるんですね。まあそんな意図です。次の加工に入る前に基本的なですね、疑問点があります。これですね、一つの節、こっからここまでなんですけど、長さがですね13センチちょうどなんです。はい、一つの節の長さが13センチ。先端にこうと短いのかな、いやここも13ですね。基本的に全ての節が13センチはいとなっているようです。ということはですよ、この節、この部分ですね、これを収納した時に13センチ、ここから13センチのところまで入ってるっていうことになると思うんですよね。じゃあ13センチがどこなのかっていうと、まあ、外寸ですけど、この辺りですね、この部分ですね、ここが13センチです。ということはこの伸びてる部分を内側にね一番短くした場合でも、ここまでしかね、このステンレスの軸はね来てないということだと思うので、逆にこっから下の部分、ここはですね木だけであって、中にステンレスが通ってるわけではないんですね。であればこの木をですね、もう少しこっちにずらせるんじゃないかということですよね。はい、そうしたら一番伸縮した時ももっとこう全長が短くなりますのでね、先ほどの加工ではこのお尻と先を切ることによって全長を短くしたんですけど、そうではなくてこの木の軸をもっとこう移動させる、ね、今ここにあるものをこっちに持ってくる、この辺ですかね、に持ってくることによって全長が短くできれば、この先端を切らなくて済むんですね。先端はですね、実は長ければ長いほどいいんです。っていうのが、例えばウインナー、アスパラガス、ベーコン、玉ねぎ、豚肉みたいなね、いろんなものをね刺せるので、長い方が本当はいいので、できれば短くしたくなかったんです。ただ最初の加工ではね、それを思いつかなかったので先端切ってしまって、まあ1センチちょっと短くしてしまったんですけどね、今回はこの絵の部分を手前に持ってくることによって短くできれば、30センチ以内に収まるんじゃないかということです。したがってこの絵をですね、まずはもう外してしまう必要があるんですね。この絵をね、取っ手の部分まず外してみようと思います。で外して、もう一回つけるのでもいいんですけど、できれば太いものにしたいのでね、そこで、別のね木材を使ってやっていこうかなと思ってます。ちなみにここにある木材はですね、端材としてホームセンターで買ってきたものの中で、この絵に使えそうなね、感じのいい部分、まあ、木目が綺麗だったりね、ちょっとこう赤っぽかったりする部分をね置いてます。したがってこういうものでね、絵をつけれればもっとかっこよくなるんじゃないかなと思ってます。ちなみにこの軸の部分の直径はですね、ちょうど7ミリです。7ミリから 7.1 ミリぐらいですね。
ですので、まあ、7ミリの大きさの、ね、穴を開ければ、差し込んでやれるかなというふうに思いますので、こういう天然木を使ってね取っ手を作るんであれば、7ミリの、ね、穴を開けて、そこに差し込んでやろうかなというふうに考えております。まあ、ちょっとまずはねこの柄の部分をね外せないか挑戦してみようと思います。